この番組は金融経済の第一人者北尾さんとともに各界のトップランナーをお招きしまして日本の未来について語り合う番組ですが、北尾さん今回はどんな方でしょうか。今日はね、乳がんの画期的な診断デバイスを開発された方で、はい、その開発に至ってはその数学の応用数学の未解決問題と言われている問題を解決しないといけなかったんだけど、はい、それを見事に解決されて、そして新しいデバイスを開発されているという方で、まあ、この新しいデバイスができたらもう痛いことはないですよ。マンモグラフィーで。そうですね。全然世の中変わってきますよ、はい、今回のゲストは神戸大学教授工学博士で株式会社インテグラルジオメトリーサイエンス CSO の木村健二郎氏。京都大学工学部在学中から電子顕微鏡の高性能化に関する数々のデバイスを開発、その後活躍の場を神戸大学に移し、電子デバイスの開発とともに応用数学史上の未解決問題波動散乱の逆問題を10年の歳月をかけ世界で初めて解析解の導出に成功、その理論を確立した。一方で自らの研究成果を社会に実装すべく株式会社インテグラルジオメトリーサイエンスを設立、中でも波動散乱の逆問題の解析理論をもとに作り上げたマイクロ波マンモグラフィーはこれまでの乳がん検査機器の問題点を一挙に解決、早期発見に大きく役立つとして一躍注目されている。新たな乳がん検査の方法、さらに数学の難問を解決されたということですが、ご専門は医学と数学どちらと言えるんでしょうか。応用物理学という、はいはい、物理を応用して、まあ、いろんな社会問題の解決するようなデバイスを作るのが専門です。もう私本当に女性として何よりその乳がんの画期的な検査方法気になりますのでしっかりお伺いしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは北尾さんが最も注目されている木村さんの業績といいますと、乳がんの画期的な検査方法、まあ、年間167万人の人が罹患して、ね、52万人の人が死んでいくという、早く見つける、正確に見つけるということが非常に悩んだんだけども、今の主流になっている、まあ、X-ray のマンモグラフィーというのはどうも評判が良くない。だから、ね、日本でも大体 40% ぐらいでしょ、保険のが、はい、アメリカで慣れたい 70% の受診率ですよね、でその検査方法なんですけれども、やはりこう平べったくしないと見えないということがあるかと思う。私ももう何度も、はい、検査したことあるんですけど、やっぱりそのギュッと潰す形になるので、まあ、痛い。今の乳がんの検査 X 線マンモグラフィーなんですけど、痛いのも別に好き好んでお医者様が痛くしてるわけじゃなくて、もともと X 線を見る技術そのものが骨とかですね、そういうものを見るために作られたものを乳がんを見るようになんとか使えないものだろうかということで、乳房をですねピシャッと圧縮して、でその濃度ですかね、密度の差をはっきりつけさせて、そして X 線でパッと取って見てやろうという、まあ、一種の大発明だったわけですけど、まあ、これが評判悪いとなるとですね、まあ、戦時も浮かばれないというか、ということですね。痛くても ね確実にがんがあることが分かると、これがいいんです、まだ ね、はい、ところがその確実性に問題がある、そこが一つと、もう一つは再現性っていうか、同じ部位のがんがしばらく経ってどう変化してるかを同じように取ることはこれ不可能です、こうやってハサミつけるわけで状況は全部変わってくるでしょ、こういうこの再現性ができないというところにもう一つの大きな問題が僕はあると思いますね。そうですね。そこで木村さんを中心に開発された、まあ、痛くないマンモグラフィーというのはどういうものなのか、ちょっと見せていただけますか。今こちらにある
装置が開発するシステムで、まあ、大きさはまあナースカートぐらいですかね、病院にあるやつで、そこからですね、まあ、20ギガヘルツという非常に高い周波数のマイクラを最先端の半導体から発生させまして、普通まあ病院ではプローブってお医者さんが言ってますけど、まあ、僕らはマイクラの世界ではアンテナっていうんですね、電磁波を放射しますんで、そのマイクラを放射するアンテナを乳房の上でさーっと滑らせるんですね。でその滑らせる各乳房の場所ごとにマイクラを放射して、そしてがんがあったところから跳ね返ってきてみるという、その一連の処理をするシステムということになりますね、はい、これが木村教授が開発したマイクロ波マンモグラフィー。その大きさは非常にコンパクトだ。検査方法も至って簡単。このマッチ箱程度の小さなアンテナから特殊なマイクロ波を発信、シートに沿って乳房全体をなぞるだけ。そしてマイクロ波から得たデータを画像解析、がんを見つけ出すという。痛みがないのはもとより、これまでの X 線マンモグラフィーでは発見が難しいとされていたタイプの乳房でもがんの幹部を見つけ出せるという。その見えないタイプというのはどういうことなのか詳しく教えていただけますか。はい、はい、まあ、そもそも見えるタイプはどうなのかということをお話した方がいいと思いますけど、女性の乳房は大きく分けて2つのタイプがあります。見えるタイプと、見えるというのはがんが見えるタイプで、がんが見えないタイプで、見えないタイプのことを高濃度乳房と言います。見えるタイプのことを脂肪性乳房と言います。でがんがある場合は、まあ、このグレーのところですかね、グレーの乳房のところにこう白いこう、まあ、がん組織のですね塊が見える。だからお医者様はマンモグラフィーを撮った後にこの画像を見ればすぐ、あ、ここは がんだねと分かるわけですね。ところがこういう見えないタイプの人は、実際これもがんがある方のマンモグラフィーの写真なんですね、がんがあるのに真っ白に見えちゃう、もう白濁したような見えてしまう。だけどこういう人の場合はもしかしたらがんが見つけられなくて、まあ、そのまま、まあ、放置されてしまうかもしれないと、まあ、それが今話題になっている一番大きなポイントなんですね。その実際に何なのか、高濃度乳房というのは、まあ、女性の乳房の中身がどうなってるかということなんですけど、乳房があって、基本的にはそれはあのミルクを出すためのパイプがですね、乳房の中には網目のように張り巡されているわけです。でもう一つ、この乳房の形を作るための構造材料みたいなのが入ってまして、まあ、コンクリートの建物でいうと鉄骨みたいなものですね。それはコラーゲン繊維というんですけど、女性の胸がその胸らしい形を保つためにはコラーゲン繊維がですねネット状に張り巡らされているんですよ。実はそれが X 線を遮断する材料で、でここで見えている白いものはその材料が見えているんですね。だからがんと同じように白く見えてしまうので分からないと。 X 線マンモグラフィーによる乳がん検査は、健康診断などで使われるレントゲンと原理は同じ。透過力の高い X 線を体のある部分に照射すると、脂肪など密度の低い部分は X 線が通りやすくフィルムに黒く映り、逆に骨など密度の高い部分は X 線を遮断するため白く映る。このコントラストによって骨や内臓の異常を見つけようとするもの。高濃度乳房とは、X 線を通しにくい乳腺が多い乳房のこと。故に全体が白く映ってしまい、がんの幹部を見つけにくいという。特に日本人は欧米に比べその割合が高く、50歳以下ではおよそ8割が高濃度乳房と言われている。マンモグラフィーをやった時に、あなたは高濃度乳房ですよって教えてくれるんですかね、医者。アメリカでは実際に教えなくて訴訟まで起こって、うん、それがもうあの条例、まあ、法律までですね、実際行くところ教えないために義務になってますね。日本ではそれなってないです。日本はまだ義務化までは行ってないですね。それはもうお医者様の。聞いたことないでしょ。私聞いたことない。違うから言われてないのか、そうだけど言われてないのかが分からない、うん、ではマイクロ波マンモグラフィーだと高濃度乳房はどのように映るのか。まずこの画像を見ていただきたいんですけど、これが X 線のマンモグラフィーですね、はい、お医者様が見るやつですね。でこの方はですね、実は右胸にがんがあるというふうに診断が出てまして、
この画像の中にがんがあるんですね。でこれはデンスブレストでいくら見ても雪山の白ウサギですね、はい、ほとんどわからない。でそれをマイクロで撮ると全く同じ患者さんなんですけど、まあ、はっきりがんの部分がわかる、ね、全然違いますね。でこのマイクロの画像は3次元画像でして、うん、その X 線の場合は挟むんですけど、このマイクロの場合は挟みませんので、その乳房全面の立体的なそのがんの座標がわかりますので、うん、オペをするときにですね、この辺を切ればちゃんと摘出できるよという領域指定が非常に明確にできるというのが、うん、乳がん以外にも発見できたりするんですか、はい、違う。これは残念ながら乳がん以外に対しては全く使えない。じゃあその乳房に特徴的な、はい、これはマイクロ波を使うんですけど、はい、まあ、ミリタリーなんかで使われるレーダーに近いものでして、乳房の中のがんを見つけるためのレーダーなんですね。でそういうレーダーで使うような電磁波というのは人間の体表の筋肉でほとんど吸収されてしまうので、うん、乳房がたまたま筋肉じゃなくて脂肪の塊なんで、うまく電磁波がスパッと入っていって見るということで、うん、神戸大学インキュベーションセンター、ここに木村教授の研究室がある。今や世界中から注目を集めるマイクロ波マンモグラフィーは、この研究室で木村教授自らの手で開発組み立てられてきた。まさに手作り感満載のこの機械。しかしここに木村教授の研究者としてのこだわりがあるという。高周波の電波回路から発信機まで全部ここで設計したものですね。まあ、どこの研究者も同じかもしれないけど、まあ、最終的に製品にする前は研究者こういうの好むんです。実はね、つるっとした箱に入ってるものはね、まあ、僕たちの研究者ああいうのを見るとですね、中空っぽだからつまらないって思う。やっぱりこういう、そう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 、あのデロリアンってわかります？バックトゥザフューチャーの、はいはい、ああいうのは好きなんですよね、みんなね。ケーブルいっぱいぶら下がってね、ひもがあってね、でどこ博士が子供と一緒にね実験してやってみようっていうのはね、ああいうのがワクワクするんですよ。僕らがこれをですね、わざわざ、まあ、テレビ様とか新聞様でこれを出すのはプロ以外興味ないっていう、見てもらう人はプロに見てほしいっていう、ちょっとそういう意識がありましたね。木村教授が独自に開発したマイクロ波マンモグラフィー。そもそもマイクロ波とはどんなものなのか。このマイクロ波というのはですね、まあ、電磁波の一種でして、ファミリーとしてはガンマ線 X 線とかと同じカテゴリーですね。 X 線やガンマ線というのは非常にエネルギーの高い電磁波ですね。この X 線とかガンマ線というのはですね、まあ、ちょっと野球のピッチャーが投げるボールに例えるとですね、非常に剛速球です、うん、だから、まあ、いわゆるまあプロ野球の選手ですね。でそれが体の中を貫通していくわけなんです。だから被爆被爆って言ってるのは、その剛速球が体の中を飛んできて、うんうん、それが万が一 DNA やゲノムに当たった時に突然変異を起こしてしまうかもしれないということを皆さん恐れてるわけですね。でこれがだん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 弱くなっていくと、そもそもパワーがないんで体の貫通できなくなってくるんですね。で紫外線なんか悪影響だって言ってますけど、これは皮膚の表面の物質を破壊するエネルギーを持って、その程度なんですね。貫通はできないけどと。でマイクロはさらに弱いということになります。そうするとですね、電子レンジの話となんか矛盾しているような気になってくるんですけど、これは先ほど僕は一つのボールについて喋ったんですけど、電子レンジはですね、速度は遅いけどボールをいっぱい投げるんです。緩いボールでも何千個って同時に当たったら大怪我しますよね。それが電子レンジで、マイクロマンモグラフィーで使うのはそれはボールを 2,3 個投げてるぐらいのイメージですかね、うん、マイクロ波では実際どうやって乳がんを見つけ出すか、そうですね、どうやって見つけるかというのは、このアンテナですね、アンテナからマイクロ波を放射状に発信します。霧吹きのようにバーッと全体を拡散していくんですね。でその全体を拡散したマイクロ波があちこちに飛んでいってですね、例えばガンがその拡散したところの一つのマイクロ波のボールに当たった瞬間にパーンと跳ね返ってですね、別のところのまたこれもアンテナでキャッチするんですね。だから 女性の乳房の上をアンテナでこう操作するような、まあ、そういったイメージで乳房の中の画像が作られてきます。マイクロ波は乳房の中のおよそ9割にあたる脂肪は通過するが、血管や細胞が密集する乳がんの部分にあたると他の組織より水分が多いため跳ね返る。このマイクロ波の跳ね返りを乳房全体で計測、そのデータをもとに乳がんの有無やその位置までわかるという。さらに
X 線のように被曝することがないので、妊娠中や授乳期でも検査を行うことが可能だ。はい、押しました。このマイクロ波マンモグラフィー、すでに数カ所の医療機関で臨床研究が行われている。その中の一つ、大阪府堺市にあるレディースクリニック八木。長年乳がんの早期発見に取り組んできた八木院長、しかしこれまでの検査方法に限界を感じていたという。マンモグラフィー自体が乳房ですね、引き伸ばして写すものですから、やはり痛みがあるのと、それから引き伸ばすという行為が女性にとってやはりすごく嫌な検査ですので、戸惑っていて受診さえしてないという患者さんが多いということが事実だと思います。そんな痛みをこらえて受診してもらっても、高濃度乳房の場合、確かな診断を下せないもどかしさがあるという。35歳以下などは高濃度乳房の人がほとんどです。ほとんど白いです。でこういうところにポチポチポチっと映ったとしても、がんとかわからない可能性が、早く見つけたいと思うんですけれども、うん、非常に残念なとこです。そんな中、マイクロ波マンモグラフィーの存在を知った八木院長、乳がん検診が大きく変わると感じ、この臨床研究に積極的に参加している。まずね、痛みが全然ないという点ですね。被曝もありませんし、受けようと思えばいつでも受けられる形ですので、しかも精度が良いというところは、もう超音波検査とはもう多分比べ物にならないと思います。実際に検査を体験された女性に話を聞いてみた。まず全然痛くなかったっていうのがもう本当に一番の印象で、本当になんか指でスーッて触るぐらいであっという間に終わる形だったんですよ。周りでもやっぱりマンモグラフィー受けなければいけないってなっても、やっぱ痛さはっていうふうなことが結構話題になったりすることも多いので、その抵抗がなければ結構もうちょっとカジュアルに受けに行こうっていうふうにはなるのかなと思います。協力されてらっしゃってね、どうですか？いや、もう実用化されたいです。もうぜひしてもらって、早く若い女性のために働いてほしいと思っている機会です。はい、先生とこ医師どうですか？ こちらでも、もちろん一番に入れさせていただきます。この画期的なマイクロ波マンモグラフィー、いつ頃から実際に実用化商品化というのはされるんですか？はい、来年度に治験を始める予定ですので、2021年の秋から冬にかけて販売を始める準備したいと準備しております。もう間もなくですね。こういうの外から当ててなぞっていくだけだから、はい、治験は早く済むと思いますよ。許可はすぐに下りると思う。低侵襲性っていうなんか埋め込むとかね、うん、ここなんか加える中に入れ込むとか、これも時間かかる、うん、だからこういうのは早いと思います。そうですね、アメリカなんかだったら絶対通ると思います。あ、そうですね、すぐ通ると思います。そのあたりいかがでしょうか？そうですね、実際アメリカとヨーロッパですね、ヨーロッパのいろんな医療機メーカーから、まあ、一緒にやろうっていう声をいただいておりまして、まあ、日本が終わった後はすぐヨーロッパとアメリカで認可を取る予定で動いてますけど。ですね、まあ、おしゃれ、東京は全部、はい、抑えられてるわけです。はい、今28カ国で制度してますので、小さい国から大きい国まで隅々に中国も入ってます。中国も入ってます。実は以前からマイクロ波が乳がん検査に有効なことは知られていた。しかしマイクロ波はがん細胞に当たると四方八方に散乱するため、たとえ正確に計測ができたとしても、これまでその計測結果を逆算しがんの位置や大きさを導き出す数式が存在せず、がんを特定することは不可能とされてきた。それが波動散乱の逆問題だ。応用数学の世界では解決不可能とされてきたこの難問を、世界で初めて木村教授が解析。このことがマイクロ波マンモグラフィー開発のブレイクスルーとなった。
最大の特徴が患部を 3D 画像で確認できることということで、これを実現されたのが、その先ほどからおっしゃっていたもう一つの業績、数学界で長年未解決だった難問、波動三段の逆問題ということなんですが、これはどういうことなんでしょうか。物を見る見方の基本的な考え方だと思うんですけど、物を見るっていうことは基本的に光を集めて見たい部分にピントを合わせてみるっていうことですね。メガネはまさにそれをしているわけです。で、この三段の問題ってのはどういう問題かというとですね、例えばこう波を物に当ててですね、散らばった時にその物の形が散らばった形から逆に作られるか、つまりこれはですね、レンズを使わずに光の散らばった波紋からだけで物を見るという見方ができるかという、そういう問題設定だということになってきます。で、これはですね、世界中の科学者たちが長年何十年もかけてですね、いろんな方法を使って解こうとしたというのが、まさにスーパーコンピューターを使った解き方というのがありまして、何か未知のものにですね、波を当ててみるわけです。それはもうお風呂に浮かべてアヒルでもいいわけです。そうするとお風呂の周りでですね、波が散らばっていくのを想像してみてください。そうするとこちらには波を送ってから1秒後に来たよ、あちら側は3秒後に来たよというふうにスーパーコンピューターで莫大ないろんなパターンを計算していくんです。ところがそれでも大体ですね、一つの形を計算するのに数百時間とか千時間近くかかると言われてまして、その問題をどうやって解くかというのを、僕はずっと興味がありまして、その謎々を解く気持ちで楽しんでやってたら、ある時それがうまく綺麗に解ける瞬間がありまして、それが10年かけて取り組み、数行の計算式になったということなんですね。数行ではないんですね。あ、数行ではない。本当は十何ページあるんですけど、そうなんですね、これはポイントだけ押さえます。やっぱり先生天才だわ。すごいですね。でも十何年もかけてこの数式をみんなが解こうとして解けなかったものを、大体ね、一般論としてね、原因があるから結果があるっていうのは分かりやすいんです。大体知見経験そういうものでこういう原因があったらこういう結果になるよっていうのはある程度予測できる。逆からいくっていうのはね、こういう結果があるから、これ何なんだとか、これなんでとかっていうと、これはものすごい難しい問題なの。先生がこれ発表された時に、世界の数学、マサマテちゃんはどういう反応をしたんですか。これはその通りだとパッとすぐ瞬間的に理解したんですか。数式が全て、論文とか、特許の中にも正確に書いてますので、それを見ていただくと綺麗に閉じてるということは気づきますので、なので数学者のある先生がおっしゃるには、悔しいっていう一言で言うと、そんな数学ばっかやってない人が、ある時は機械を組んだりハンダゴテを握ってる人が数学のものを解いてしまうから悔しいっていう。言ってみれば数学だ物理学だ化学だなんだかんだってこう分かれてるけど、分かれてるけど、本来やっぱりこれ一つで体系的に理解しないと、この自然現象とかこういう問題って解けないかもしれませんね。実際はこのように広く社会に広げようということでベンチャー企業を設立されてで、会社では乳がん検診以外にもこの理論を使っているということなんですか。そうですね、最初一番その数式をうまくきれいに解けた時に興味を持ってくれたのが、インフラの検査をやってる会社様で、トンネルの検査とか、要は鉄道インフラですね、それがもうどん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 劣化してきてて、で新幹線とか電車はすごいスピードで走りますので、その風圧で壁が非常にダメージを受けてると、それを今ハンマー叩いて調べて、それが非常に時間がかかるし、それで電車で走りながらですね、電磁波って測るような機械を作りたいという話が僕のところに来まして、まさにこれは今の数学を最も生かすところだということで、実際に電車がリアルタイムで走りながらですね、壁の中身の立体構造をザーッと出すと作るとですね、おそらく数式は多分誰も理解しなかったと思うけど、実際に目の前に画像が出てですね、そこを修理すると開けると傷が出てきますので、これはなんかすごいことが起こったのかもしれないというふうに多分考えてくれたんじゃないですかね。それで僕は昔から会社を作るのが夢だったので、その夢を叶えようと思って、エジソンに憧れて、子供の時からエジソンに憧れて、エジソンよりも偉くなりたいという。そうですね。でもいろんなものがちょうど老朽化してきてる。いや、そうですよ。マッチしてますよね。特に破壊しないで中の様子が分かるっていうことはもう画期的なことでね。3次元の画像に持っていくっていうところが
味噌なんですよ。そうですね、これまでもいろんなことにチャレンジされて、木村さんにとってこのマイクロ波マンモグラフィーっていうのはこうどのように評価とか何点ぐらいだというか。そうですね、まあちょっと前つばかもしれないけど、もう完璧というか、完璧としか言わない。心はというか、けどマイクロ波のマンモグラフィーに関しては別に僕だけが考えたわけじゃなくて、特許とか論文なんか検索すると何千とか出てくるわけです。つまり世界中の科学者たちはマイクロ波を乳がんに使うのはいいとみんな思ったわけなんですね。でそれはもう何千人もの人がその有効性はもうすでに認めて終わってしまってるわけです。この方程式がなかった。そうですね、それを何万人もの科学者の倒れた姿を想像すると気持ちがいいっていう、ね、こう横たわって頑張ったけどダメだったっていう人がいっぱいいて、そうですね、そこを歩いて見てるという、もう研究者としての英語としては、一番楽しい。